トーマス・アルトゥールライターは、ドイツ人の宇宙飛行士で、ドイツ空軍大佐。2008年現在、通算宇宙滞在時間記録25位。ニーダーザックセン州、オルデンブルク近郊に在住。1982年に、ドイツ連邦軍大学ミュン変更で、航空工学の卒業証書を得た。ドイツとテキサス州で、パイロットとしての訓練を積んだ。1995年に、 ユーロミール95プログラムにより、ソユーズ TM-22 で宇宙ステーションミールを訪れた。179日の滞在期間中に2回の船外活動を行い、ドイツ人で最初の宇宙遊泳経験者となった。1996年から1997年にかけて、ソユーズ宇宙船が3人のクルーを乗せて宇宙から、 帰還する際の指揮官となる資格を得るための訓練を受けた。2006年に6ヶ月の予定で国際宇宙ステーション第13次長期滞在クルーとして STS-121 で飛び立った。打ち上げは7月1日の予定だったが悪天候のため7月2日へ、さらに7月4日へ延期された。 滞在期間の後半は第14次長期滞在と重なり STS-116 で地球へ帰還した。ISS 滞在ミッションは欧州宇宙機関がアストロラブとして計画したものだった。ライターの通算宇宙滞在時間は350日でアメリカ人及びロシア人以外では最も長い。2007年8月8日、 ドイツ航空宇宙センターの理事会に名を連ねることになった。ありがとうございます。